そもそもミャンマーで国際医療援助を始めるきっかけは何だったんですか？私はもともと大きな医療団体、国際医療団体に入っていて、そこでボランティア医として働いてたんですね。でその時に、はい、その中の国の一つがミャンマーっていうところで、でミャンマーでそこで働き始めたのが本当にミャンマーを知った初めての機会なんです。なるほど、うん、だけどもそれをすごかったのは、ミャンマーで働き始めると人々の温かさっていうものと、もう一つはですね、自然の美しさ。自然の美しさ、うん、そうです、自然の美しさ。ホテルなんて普通見れないと思うんですけども、すごいいっぱいあるんですね。それと手を見ると本当に天の川がバーってあるような綺麗なところなんですよ。でその時に移動クリニックをやっていて、船でその移動クリニックの村から村にずっと移動しながら、一つ診療所を毎日毎日一箇所ずつやっていた時に、その診療所のところから自分たちのところに帰ってくる船の上で綺麗な真っ赤な夕焼けが出て、本当に綺麗だったんですよ。でその夕焼けを見た時に、なあもうミャンマーが自分にとって第二の故郷なんだって本当に自然に思えたっていうのがあれなんですね。でミャンマーに何かしら恩返しをしたいって、ここの国でどうにか自分でこれ医者として働きたいなと思ったのが、それが本当に初めての、そういったきっかけがあったんですね。そう、それが本当にありましたね。そこに関わって医師という仕事がご自身の転職に思えるようになったのはどんな仕事ですか？実は私はずっと大学病院にいた時は、私が医師に向いているのかっていうのをずっと疑問に思ってたんですね。っていうのは、実際に国際医療を始めた時も、一番初めの活動ではやっぱり自分で医師としての自信もガラガラとなくなっていったんです。だけどミャンマーで働かせていただいた時に、その2005年なんですけど、やっぱり同じ移動クリニックで船の上でずっと見せた時に、本当になぜかわからないんですけども、医師っていうのは自分の天職なんだっていうのがふつふつと湧いてきて、自分の体の中っていうか重いからで、天職でこのままやっていけばいいんだっていうのがあったんですね。ですからそれからは自分が医師として働くってことはもう天職以外には何もないっていうのに、もうぶれない、そういう強い気持ちを持って働かせていただいてます。で患者さんを見させていただく時もそういう気持ちを持ちながらやってます。ではナッチ先生、ミャンマーファミリークリニックと再演の会について教えてください。はい、ミャンマーファミリークリニックと再演の会は、ミャンマー人がミャンマー人によってミャンマー人のためにやるっていうのがコンセプトの一番の趣旨です。これはなぜかというと、今までの私の国際医療の経験からすると、我々が助けてって、で栄養失調のお子さんをお持ちのお母さんたちが我々のその栄養補給の委託所に来るんですね。で私たちがちゃんと栄養補給をさせていただいた後に、この子どもたちがすくすくと大きくなって、また村に帰っていく。で村に帰っていくと必ず栄養失調になって、で私たちのクリニックに戻ってくる、この悪循環がずっと繰り返されてきたんです。でその悪循環を自分の中で見ていくうちに、このままでは無理だ、要するに一時的に私たちが力を貸して助けても、もう絶対にこの悪循環を断ち切ることはできないっていうことに気づいたので、ミャンマー人がミャンマー人によってミャンマー人のために行うっていうことを目的として立ち上げました。なるほどですね。助けることはできても、自分たちの力でそれを継続していくために、そうです、そうです、ということなんですね。で自分たちがやっぱり何が必要か、何が足りないのか、でどうすれば自分たちが幸せに、今以上の幸せを、幸せっていうのはその人によって幸せのレベルって違うと思うんですけども、その現地にいる人たちの幸せを考えて、それで自分たちがそれに向かって力を合わせていくっていうことが一番の大切さじゃないかなと。それには彼らはやっぱりお金がないです、技術もないです。そのサポートを私たちがすることによって、彼らが自分たち気づきを持って進んでいくことができればなと思ってます。までサポートに徹して、そうです、自身で道を見つけて、そうです、それが一番大切だと思って。夏先生、ミャンマーでは日本では考えられないような理由で赤ちゃんや幼い子どもたちが命を落とすという現実があるそうなんですが、それは一体なぜですか？
ですね。ミャンマーでは大きく分けて、その赤ちゃんとか大人の方が亡くなっていく原因って2つあります。2つ、でその2つのうちの1つが下痢症なんですね、はい、で日本では下痢症っていうだけでもうお母さんたちが大変だ、私の子供亡くなってしまうって言って病院に連れていくってことは普通ないんですけども、まずないですよね、うん、だけど本当にミャンマーではもう下痢症で亡くなってしまうっていうのが現実なんです。それなぜかというと栄養失調が原因にあるから、その根底は栄養失調、はい、栄養失調の子供たちに下痢症が起こって、で脱水が起こってしまって、そのままあっという間に亡くなるっていうのを本当に今までの国際医療の中で、あの特にミャンマーというような国では目の前で目の当たりにしました。なるほど。もともと栄養失調で栄養が少ないところに、うん、さらに下痢症でその栄養すらも出ていってしまうというのが危機的な状況を招く。そうですね、本当にものの見事にあっという間になくなりますよ、はい、信じられないくらい日本ではそういうこと、そういうような経験ってほとんどないんですけども、向こうではもうあまりにもその栄養失調という状態が栄養不足ということが根底にあるので、亡くなっていくというのが現実です。もう一つはマラリアです。そうですね、マラリアは基本的にハマダラカという蚊に刺されて、で高熱が出て、その高熱が出た時にちゃんと抗マラリア剤というお薬を飲めば、まずほとんどの方が助かります。だけどもその抗マラリア剤を飲まないでそのままにしておくと、そのままあの血液の中に入っていって、で脳に至ったりとかして亡くなっていくっていうのがあるんですね。怖いですね。すごい怖いですよ。あのその私が一番初めの移動クリニックの時にちっちゃな赤ちゃんを抱えてきたお母さんがいらっしゃって、ですごい痙攣をしてるんですよ。で私自身はもう脱水もありましたし、点滴しようと思ったんですけども、一緒に働いていたミャンマー人がこれはマラリアかもしれないっていうことでマラリアのチェックをさせていただいて、その間に砂糖水を作って、水の中に砂糖を入れて砂糖水を作って、で飲ませ始めたんですね。でその患者さんは赤ちゃんはマラリアだったので、マラリアのお薬も出して、で一緒に飲みあの与えているうちに、だん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 数時間後に本当にもう亡くなるかと思ってたんですけども、良くなって、基本的にはちゃんとお母さんと村に帰ることができたんです。良かったです。そうですね。で実際そういうことがあの自分のクリニックの中で起こっていくと、マラリアの人たちの状態っていうか数っていうのはどのぐらいかなと思うんですけども、大きな病院、ミャンマーにあるような大きな病院の実に6分の1の入院患者さんはマラリアで入院なさってるんですね。全入院患者の6分の1が。そうですね、基本的には。考えられない。考えられないと思います、はい、でもう一つはその抗マラリア剤なんですけども、コートンっていうそのお薬は1錠37円なんですよ。37円、まあ、結構安い。日本だと37円でじゃあ1錠薬買えるかって、ちょっとそういう状態になって思うんですが、その1錠37円の薬を赤ちゃんだと1日1錠3日間飲むんですね。そうするとだいたい111円なんですが、そのお薬自体もだいたいマンダレーっていう地方では月収1ヶ月の給料が150円ぐらいの方なので、月収が150円です。150円なので111円のお薬は買えません。到底買えない。じゃあ例えば日本の感覚で言うと、まあ、何万そうです、そうです。マンダレーの女性のだいたい月収が150円から200円、はい、男性はだいたい200円から250円、それで1回マラリアにかかって自分の子供が死にそうになった時にかかるお薬が111円。絶対買えないですよ。そうです、食品に変えられないので。だからそういうお薬を飲めなくて買えずに死んでいく人たちっていうのがもう5万といるわけです。そうです。ですから私たちのこの、あのクリニックではそういう人たちに、まあ、マラリア、抗マラリア薬を自分たちで村々をこう渡っていって移動クリニックをさせていただきながら薬を提供したいっていうのが自分の考えなんです。それ助かる人いっぱいいると思います。だって日本では助かるのにそこでは助からない、その場では助からない時にもうごめんなさいするしかないんですよ。自分でもう見れない、ごめんなさい、私たちはあなたを見ることができません、治せませんって言って頭を下げた時に彼らが言ってくれる言葉がすごいなと思うんですけど、ありがとうって言葉なんですよ。来てくれてありがとうって言うんです。
で私だったら言えないんです。私がもしもその場で逆の立場だったら、じゃあなんであなたたちはこのここに来たのって、何のために来たの、助けに来たんじゃないのって絶対言うと思うんですね。だけど彼らはそれを一言も言わずに、ありがとう、来てくれてありがとうって言うんです。すごい深い、すごいですよ。本当にピュアな気持ちで純粋に来てくれたことに感謝するっていう、その気持ちを私たちもらえるので、逆に私はああいう現場っていうのは 98% 辛いです。はっきり言って現実を見ることも多いし、で自分のできないっていうジレンマも知ることも多いですし、で 98% その生活環境も辛い。でも残りの 2% がその 98% を超える喜びを与えてくれるので、だからこそ次のまた現場に行きたいと思うんですね。それが私の場合は今回ミャンマーっていう地であって、そこでずっとやっぱり医療活動したいっていうことにつながってるんだと思います。それはね、ずっとなんか自分の人生をこう振り返ってみると、私自身はすごいラッキーだったと思うんですね。こうやって国際医療っていうところにもなりたいっていうのが思ったのは28歳で、28歳からちょっとずつそういうふうに思い始め、31で考えて実際に飛び込めたのが39っていう、すごく遅咲きなんですけども、それは人生っていうのはいろんなタイミング、自分の思いさえ強ければいつでも可能であるっていうことの霞みそに通じるものがあるんじゃないかなと思ってるんですね。それはすごく自分の中でいつもいつも思ってます。あ、神すみそうだなと思ってます。ジグソーパズルのワンピースでいいと思うんです、自分自身が。ですからこのジグソーパズルのワンピースがしっかり立ち位置さえきっちりとやっていれば、そのところにちゃんとはめ込められて、他の方が自分の立ち位置をしっかりして、それをはめ込むことによって人と人とがつながって、あの車編の輪ってあると思うんですけども、あの輪になって最後王編玉木っていう字ですね、あれになって変わっていくんじゃないかなと思うんです。だから人と人がつながることによって輪になって、あと玉木編の輪になって帰ってくる、同じ玉木編ですよね。それを自分の中でいつもいつも感じる、そういう気持ちを持ってます。ですからこのミャンマーファミリークリニックと再演の会も私自身が立ち上げたものですけども、今皆さんサポーターの方がいっぱいいます。ここにいらっしゃる皆さんもそうだと思うんですが、そういう方たちが全部そのジグソーパズルの一つ一つのピースをつなげてもらうことによって、この会自体が大きくなっていって、最終的には無限大になって、その人のレベルの幸せっていうのをつなげていくんじゃないかなと思っています。これが私自身が発起人でも、最終的にはみんなが手をつなげることによってのつながりを持って、幸せっていうのを全員で作っていく、それが自分の中でのこの思い。心臓だった赤ちゃんが目の前で元気になって、その数時間後には帰っていくことができたっていうことにも喜びを感じました。ですからマラリアで死ぬことはほとんどありえない。このマラで死んでしまうのはなぜかというと、彼らはお薬が買えないからなんですね。その薬が買えないってことを我々はできればサポートしたい。でなおかつサポートするだけではなくて、皆さんでどうやったらマラリアにならないか、その予防も現地の人たちとコミュニティを巻き込んで考えていって、一緒に学んでいって、マラリアをどん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 かかる人、死亡する人を少なくしていきたい。これがこの会のこの医療活動の趣旨になります。このままでは治療っていうものではないと思って、治療は医療だけではないと考えるようになりました。そこで再演と医療を合体させて、我々はその赤ちゃんとお母さん、そしてコミュニティの人たちが全て健康になって、自分たちで元気な生活をしてもらいたいと思って、こういう活動を結成しました。その時から自分の中で、自分の人生どういう形でもいいから、できれば医療として、医療従事者としてこのミャンマーでずっと携わっていきたいという思いをかけたのが、このミャンマーファミリークリニックと再演の会を発起した